こんにちは、吉浜です。今回のテーマは、高校生の朝寝坊は体内時計で宿命づけられているということについて。で、まず今回の動画の注意点として、最近話題になっている起立性障害については一切触れないので、あくまでも体内時計の問題として話していくので、起立性障害はまた別の改善の仕方がある、またそれはいずれの話として。で、まず前半としては高校生が朝寝坊をするようになってしまう理由で、後半としてはその改善の仕方について話していくので、で基本的に人の体内じゃなくて睡眠時間というのはもう体内時計によって支配されているので、だから例えば体内時計が12時に寝てで朝7時に起きるっていう設定だったならば、よほどなんか2徹3徹4徹した時以外っていうのは、まあそれ以外の時間で眠ることが難しい。まあ基本的にはね、もちろん例外もいるんだけども、だから実際に看護師さんで普段は昼間勤務でなんだけども、突発的に夜勤が入ってもう徹夜した、じゃあもう当然眠くて疲れて帰ってきた、じゃあ朝の10時とか11時に眠ろうかと思っても寝れない人って結構多いね。まあそれなんでかっていうと、体内時計が12時寝の7時起きに設定されているから、それ以外のところでは眠かったとしても疲れたとしても眠ることもできない。で結果まあトロトロとした眠さとかだるさに苛まれてしまうっていうことがあると。だからそれだけ体内時計によって起床と就寝の時間が支配されていると。で子供の高校生の話にもって、基本的に子供の体内時計っていうのはやたらと早いよね。だからほら子供は基本的によく寝るんだけども、特にちっちゃい子供なんて朝6時ぐらいに起きてきちゃうじゃない。だからそれは、まあ、体内時計がやたらとも8時だとか9時だとか早い時間に寝るように設定されてる。で同時 に朝、まあ、5時はさすがにないと思うんだけども、まあ、6時とか、まあ、7時ぐらいにはもう起きるようにやっぱり設定されてる。で結果そういった早寝早起きになるということで、それは基本的には中学生ぐらいまでは続くんだけども、ただ高校生以降になるともうその体内時計っていうのは一気に後ろ倒しになるのね。まあ通常では2時間、場合によってはこれ稀なんだけども3時間ぐらい後ろ倒しになっちゃう人はいる。でじゃあそれはスマホをいじるようになったからか、あるいはバイトをするようになったからか、もしくはなんか自分で お小遣いを稼げるようになったから、なんか行動範囲が広がって夜遊びをするようになったからかというと、決してそうじゃない。もちろんそれも要因としてはあるだろうけども、直接要因じゃなくて、直接的な要因じゃなくて助長因子に過ぎないのね。まあもちろんそれが、まあ、直接因子になることもあるけど、まあそれはさておき。でそれまあなんでかというと、基本的に体内時計がもう自動的にその高校生ぐらいになってしまうと2時間3時間後ろになってしまう。だから結果としてもう寝るのが健康的な生活習慣を心がけようとしたとしても、例えばまあ12時だとか極端な場合1時、まあそれはまあないと思うんだけど、基本的に12時とか1時になっちゃう。そして で同時に体内時計で朝起きるための体内時計ももうやっぱり8時だとか9時だとか結構遅い時間になっちゃうんで、でそれが通常の高校生活を送ってる子だとどうなっちゃうかというと、まあ、当然朝起きられません。で朝起きられないから、で結果としてまあ寝坊する、遅刻するっていう話になってしまうことなんだけども、世間一般ではこの体内時計の大きなズレっていうのは知られてないから、で結果としてなんかその子の怠けだ、ただ単に学校サボりたいからだ、もしくはなんか、学校でいじめがあったの、あるいは、まあ、もっと論理が飛躍しちゃって偏差値教育の歪みがなんかその子供に心的な疲弊を起こしてしまって、で結果朝起きられなくなっちゃってるだとか、そう出てしまうので、別にそれ単純にそうじゃなくて、もちろん今起立性障害のことは言わないからね。でそうじゃなくて、単純に体内時計が高校生になったら全員とは言わないんだけども、かなりの確率で後ろ倒しになっちゃう。そして1時、例えば12時とか1時に寝る、そうしたならば基本的に高校生っていうのはやっぱ長時間眠る必要があるから、だから5時間とか6時間で足りるわけないよね。で当然8時間9時間必要だから、まあ、朝6時だとか、まあ、あれそんな早い時間に起きられるわけないじゃん。で結果朝寝坊だとか遅刻になっちゃいますよって話、ただそれだけなのね。で実際にアメリカだとスタートスクールレーターって言って、始業時間を例えば今まで8時ぐらいだったのを、例えばまあ9時だとか10時だとかにそのぐらいに遅らせる仕組みを行うところが増えてきたので、まあ増えてきたって言ってもごく一部なんだけども、それどうなったかというと、それによってまあ遅刻だとか、あるいは休むだとか、もしくはなんか
登校拒否だとか、あるいは退学もしくは学業の成績 の低下っていうのがかなり減ったので、だから単純にもちろんそれで、もちろんその中にいじめだとかでいけないだとかそういった人もいるんだけども、単純に体内時計の問題だった。だからじゃあ体内時計を、まあ、そっちに合わせていこうぜっていう話っていうことになって、で結果としてで今言ったような問題が、まあ、大幅に減ったと、まあ、全体の例えば不登校だとか遅刻に関してはどっかのデータちょっとデータどっか出所忘れたんだけども、まあ、40% ぐらい確か減ったとか書いてある。それはまあネットで多分検索できると思うんで、まあ、それ見てもらえればいいんだけども、なんだけどもちょっともう一回に日本に戻ると、別にアメリカが正しいっていう何でも優れてとは話じゃないんだけども、日本に戻るとどこの体内時計のズレがわからない で結果としてお前怠けだ、やる気あんのか、でふざけんな、あるいはもう心の問題だとか、あるいは偏差値教育の話になって、で結果として心の問題だったならば個人攻撃、お前は情けないだとか になっちゃって、で当然その子供も劣等感を持ってしまうし、親関係も悪くなってしまうし、で逆になんか偏差値教育の歪みだって言ったところで、そんな壮大なところに問題設定したとしてもそんな難しいしっていう話になってしまうということ。でも単純に体内時計の乱れが大きいですよと。だからもちろんそれ、さっきも話したように起立性障害によっての延長線でなってる場合もあるんだけども、その場合っていうのは基本的にはもう小学生の後半から、もうすでにその小学生の後半あるいは中学生頃からすでにその問題が出てるから、もう それは起立性障害として改善させなきゃいけないんだけども、小中で特に問題はなかった、就寝と起床ね、あ特に起床ね、でしかももう高校でも特に学校のなんか勉強だとか、もうなんか人間関係だとか、あるいは他の体調面、低血糖だとかその食べ物だとかね、そういうことでも問題ないにもかかわらず、なんかやたらめったら起きられないっていうのは基本的に体内時計の問題がかなり影響している可能性があるということが、まあ、前半ここまで。じゃあその体内時計の対策としてはどうするんですかって話になるんだけども、まあ、可能であれば、まあ、アメリカのようなスタートスクールレーターをやればいいんだけども、まあ、基本的にそんなことをいきなり始められないじゃない。で個人はでそういった状態だから、スタートスクールレーターやってくれって言ったとしても基本的には、まあ、学校やってくれないじゃない。じゃあどうすればいいかというと、体内時計を前倒しにすればいいのね。基本的に体内時計を完全に前倒しにすることはできないんだけど、前倒しのような状態に持っていくことはできる。じゃあちゃんと睡眠を確保したまま、じゃあどうするかというと、起床したい時間に強い光、特に2500ルクス以上の強い光を、まあ、20分から30分ぐらい浴びさせる。じゃあどんなものかというと、ちょっと今からカメラに向かって強い光を当てるから、ちょっと視覚過敏の人ちょっと気をつけてね。これ僕も使ってるんだけども、ちょっと今眩しくなるよ。これブライトライトって言うんだけども、ちょごめんね眩しくて、まあ、基本的に2500ルクス以上の強い光を一定の時間に当てることによって体内時計がそこで起きるもんだって学習するんだよ。だったらじゃあ例えば今までもどうしても朝9時じゃないと起きられない高校生がいると例えばねする。そしたらでも学校は6時に起きないと間に合わないとなったならばどうするかというと、このブライトライトをまあ、こうタイマーがあるから、まあ、6時に設定しておくんだよ。で6時に設定しておいて、でそれで光らせる。で中にはその光ったままでも寝れちゃうすごい人がいるんだけども、それちょっと、まあ、強制的に1回テーブルだとかそのぐらいまでは起きてもらって、でそのブライトライトを、まあ、このぐらいの距離までかなり近い距離で、まあ、30センチぐらいの距離 で当てとくので、なんか20分から30分で、別にその間は別にスマホやってもご飯食べてもなんか、ま、漫画読んでも教科書読んでもテレビ見ても何しててもいいんだけども、でそうすることによって体内時計がそのちょうど当てた時間に、まあ、戻っていくので、で結果として朝の体内時計が例えば今まで6時だったのに9時になっちゃった、でもまた6時にそのブライトライトを当ててると6時にちゃんと戻って、あるいは戻ったような状態になって、で結果としてちゃんと
と学校に行けるっていう状態になると。で別にこれ本人の努力もいらないし、まあ、ただ単に光を浴びてればいいと。 でこれももともと基本的にはその光治療陶器うつ障害の人のために作られたものなので、で陶器うつ障害というのは基本的に、まあ、季節性障害とも言われているんだけども、どうも日照不足が原因であると。でじゃあ日当たればいいんだけども、そもそも日照不足だから困ってんじゃないかって話で、まあ、作られた機械で、まあ、睡眠外来でもよく使われているので、まあ、体内時計を戻すために、まあ、ちょっと余談なんだけども、時差で苦しんでいる人も、まあ、これを使うことによって基本的には早く体内時計を維持することができるのでおすすめであると。で最近でただちょっとね話さらに飛ぶけども、ブライトライトこれちょっと高いんだよ。確か3万5千か4万5円するんだけども、で最近なんか安いちっちゃいの出てるので、ね、まあ、それでもレビュー、アマゾンのレビュー読むと結果が出てるから、まあそれでもいいんだろうけども、ただ基本的には光は強くて量が、まあ、ちょうど目だとか肌がやられない範囲で光は強くて量が多いほどいいから、だから基本的には面積を稼いだ方がいいのね。だから実際に睡眠外来のこのブライトライト使われてるんだけども、それが今このぐらいの大きさだったけども、もっと大きいんだよね。で大きいし、それをもう3台4台使ってるんだよ。まあだからできれば、まあ、ちょっと値段の負担がなければなくて、で困ってるっていうんであれば、このまあブライトライトの方がどうせ選ぶんだったらまあいいかなっていうことで、まあそうすることによって体内時計が前倒しになって、で体内起立性障害じゃないよ、あくまでも体内時計の問題として起きられない高校生っていうのは、まあ、だいぶ楽になって、で結果学校スッと行けるようになるということで、もう一つで、ただブライトライトの注意点としては、まあ、これ太陽の光でもそうなんだけども、決まった時間に太陽だとか強いそのブライトライトのような強い光を浴びるっていうのは正解なんだけども、ただそれを行うことによって体内時計が逆にかなり前倒しすぎるような状態になっちゃうんで、要はで結果として早期覚醒障害に陥っちゃうことがあるので、で、まあ、早期覚醒障害っていうのはまだ睡眠が足りてない状態なのだし、で眠いのにもう夜中もう早朝にもう目が覚めちゃって、で、まあ、その後眠れませんっていう状態になっちゃうんで、だから朝起きたならば朝日を浴びるのがとてもいいと聞いた、で睡眠外来の医者にも聞いた、だからやってた、そうしたらば早期覚醒障害になっちゃったって人結構多いんだよ。でそれは結局あで朝起きられなくなっちゃったと、あ、うん、朝やたら早朝に起きるようになっちゃったと、でそれ早期覚醒障害なんだよね。体内時計 がかなり前倒しになっちゃったから、じゃあその場合どうしたらいいかというと、ちゃんと決まった時間 に日だとかそのブライトライト、まあ、光を浴びながら同時に夕方ぐらいに、まあ、4時から5時半、まあまあ大体5時半ぐらいまでの間にやっぱり夕日が出てるんだったらその夕日をしっかり夕日を見る、まあ、もちろん裸眼でね仮に夕日を見るんだったならば、あるいはそういった光治療器を、まあ、20分とか30分見る、そうする20分ぐらい、そうすることによって体内時計がちゃんと適当起きたい時間に起きながらも早期覚醒後ろに戻されるから、で結果早期覚醒障害っていうのは減っていくので、でもう一回戻ると、高校生は基本的に体内時計が後ろになる、で結果として朝寝坊となり、で学校の遅刻、場合によっては登校拒否になあるいは学業の成績の低下になってしまう。でそのためにはもう当然サプリメントとか運動だとかも必要なんだけども、基本的には光で体内時計をいじってしまうのが、まあ、最も手っ取り早いということ、起立性障害を抜きにしたならば。今日はここまで。